ナビエリザはセルビアの女子バレーボール選手、ベオグラード出身、ポジションはウィングスパイカー、セルビア代表。彼女はバスケットボール選手のミルコビエリツとミルカビエリツの妹で、彼女の家族はモンテネグロのセルビア人だが、兄弟姉妹とは異なり、モンテネグロ代表ではなくセルビアを代表することに決めた。2011年ワールドカップでは相次ぐ、 主力選手の事態や怪我により、スターティングメンバーに名を連ね、19歳ながら、オポジットポジションの大役を務め大舞台の経験を重ねた。2015年のワールドカップでは、銀メダルを獲得した。2018年の世界選手権では、金メダルを獲得した。2019年のワールドカップでは、首相を務めた。なおクラブチームや代表では、オポジットよりも、 サーブレシーブができるレフトでの成長を期待され、練習に励んでいる。そのため試合に応じて、レフトでもライトでも起用される。好きな音楽は、バルカンポップスとロック。セルビアゴラテン本寺、アナブジェリカ。ありがとうございます。